サッチライブ中出てもらおう。サッチ広島からわざわざ出店のさっちゃんです。よろしくお願いします。はい、そうなんですよ。ありがとうございます。で、賞を取った皆さんの名前が多分見えないね。何も見えないね。まあいいかはい、こんな感じでいきますよ。じゃあライブしていきましょうか。じゃあ一緒にみおちゃん映していいの？みおちゃんです。今こっち向いてらっしゃるところで、みおちゃんの作品も後で。あ、みおちゃんここです。みおちゃんの作品ここです。はい、かわいい、かわいいですよね。で、はい、皆さんのを順に撮っていきたいなと思うんですけれども、ちょっと今日はまだ時間がないので、さっといきます。さっとさっとライブしていきます。いろいろとお伝えしながら。30日もライブしますので、その時で。そう、吉田先生のかっこいい、吉田先生のかっこいいって言ってますよ。さあちゃん、きっとまだ見てないよねさっきもなんか、クレイアートの先生がもうこの作品がすごく好きって言ってくださってました。いいですね、励みになりますね。で、千歳先生と、はい、皆さんで。こちらは愛媛組です。愛媛組だったり、あ、これは真由美先生ですね。札幌の真由美先生です。じゃあ次他行きますか。ありました。じゃあなんかサッチがプレゼンテーターみたいになっていいかも。こちらです。じゃあ賞を取った皆さんからいきますか。この式が好きですね。これ好き。あ、サッチ好きだって言ってますよ。男性の作品とは思えない。実は実は男性じゃない。いや確認したら違うこと想像してしまう。確認したら違いますって言われたんで違うんでしょうね、きっとね。わかんないけど、こっちは一番ちっちゃいですよね。この胸清先生最優秀賞、すっごいですよ。ほら、もう何なのっていう。このこれだって見開きで、見開きこれですからね。でね、ちょっとおかしいのかなって思うのは葉っぱくり抜いてるんですよね、全部。そうですよね、全部全部。もうほんとすごいと思って、もうちょっとね、気が知れないはい、ハサミが違うかと思いました。はい、井上さんね、ほんとに友果先生、友果先生のイルカもほんとにすごい、かわいいし。聞きました。うん、はい、友果先生一匹のイルカで出そうとされてたんですって。あ、そうですよね、そう言ってた言ってた。で、なんか数匹にしたくなったらしくて、すごい素敵ですよね、さらに、うん、で、おまけにね、切り絵の基準である反時計回りにちゃんと床が回っているそうなんですよ。なかなか左は緑を、あ、未来を見てるっていう。そうですね、うん、いい感じ。皆さん素敵ですよ。うん、ちょっとカラーが入った作品もあったり。はい、皆さんの作品はありますか？みんな素敵に展示されております。ちょっと半分ぐらいでやめておきますね。で、30日にまたライブしますよ。じっくりじっくり。そうなのよね、すごいいっぱいなんですよ今回。この展覧会自体が1000点なんですって。で、私たちは120点ちょっとなんですけれども、もうなんか 10% ぐらい私たちすごい出展数です。はい、30日は、堀口先生と、堀口先生、うん、新次先生と、胸清先生来るので、またインタビューしながらやろうかなと思います。あそこにね、出店のライブしてるんですけれども、顔見せダメですか？ダメなら後頭部で、後頭部で。顔見せ平気なら、今あっちは向いてますが、インスタで。じゃあ後頭部を向けていただき、ここに立っていただき、さあ出店者の生徒さんです
今日はどんな感じですかね。いい作品たくさんありますけれども、ご自身の作品、向こう側ですか。もう娘さん顔出していいの？嫌なの？嫌なんですって。もうしょうがないわ。お母さんの作品どうですか？まだ見てないの。もうライブ終了。もうライブ終了ですね。ワク君の作品、ね、去年の作品を娘に見せようと思って。あ、ちょっといいですか、はい、去年の作品すっごいんですよね。うん、素敵でしたよね。で、今回は賞を取って先ほど帰りました。はい、というわけで、で上は大御所中澤由紀子先生です。うちの息子にベタ褒めされてなんだかすごい照れてましたけれども、由紀子先生です。今日はお子さんの運動会で来れませんありがとうございました、はい、あと誰だっけ賞取ったの、誰かいた、以上よね。 1,2,3 あれ4人しかいない、あともう一人、1,2,3,4 あれ、あともう一人誰だっけ、忘れた、あともう一人誰だっけ賞取ったの、4人しか見るの、あ、4人だ、ごめんなさい、4人です、終了。沙織さんもだっけ、沙織ちゃん、あ、じゃあ5人、あれ、大阪3人、そうだ、沙織さん、あ、そうだね、映したね、みんなね、映しました賞取った人はみんな映しました。じゃあ順番にちょっと自分の作品どこかな、どこかな、はい、みんなでどうぞ。30日は他も冒険してみようと思います。ほらすごいでしょ。まあいろいろあるんですけれども、もうなんせ広くてなんか切り絵じゃないところ行っちゃいます。すごいですよ、これ全部粘土です。粘土すごくないね。そう、全部粘土、かわいい、これかわいい、全部粘土ですよ、びっくりしちゃう。あ、切り絵から離れてっちゃった、まだ写してない人いるのに切り絵から離れちゃった。全部粘土、あれ、こっちは粘土じゃないのかな、あ、粘土だよね、これも粘土、もう全部粘土、すごい。あ、これほら紙でやる方いるじゃないですか、くるくる、それを粘土でやってる、すごい粘土でくるくる、すごいすごいすごい、かわいい彼女、いやーかわいい、いいですね、かっこいい、これ粘土、こっちはもう粘土じゃないのかな、あ、粘土ですね、おーすごい、すごくない、これ粘土だよね、え、これ粘土よね、賞取ってる取ってる、これ粘土だ、すごいですね、すごい薄さが本当すごい、で粘土を移しまして、そこからまた続きいきます。こっちから行こうかな、はい、加藤さんだ、はい、佳代さんだったり山口さん、まあここの辺はうちのサロンの生徒さんです。ゆこさんさっきいたから見せとこう、ちゃんと展示してありますよ、タイトルが可愛いのがあります、ママ、ひな先生、あ、桜を切ってみた、これタイトルじゃないですか、タイトルが良くないですか、そう、私のデザインを切ってみたらしいです山口さんはあのスマホとかすごい苦手で、多分ライブも見れないんですよ、だからちょっと残念ですけど、これは本当泉先生です。あだ名は嘘泉先生です。本当に自分で嘘泉でね、なんかどうしよう。本当。で泉にしてみました。スカイツリー。そうなの。マーリーちゃん、飯田さん、
飯田さんもうちの生徒さんで、おなんかほら奥にね 3D になってそう素敵な感じで、で龍子さん、龍子さんもお上手なんですよね。はい、あこれはねみっちゃん、心配していたみっちゃんできてる、素晴らしい。題名がいいですね。で王様さん、宮本さん、あうちのねボーイズです、ボーイズ小林くん、小林くんいつも乙女チックなの作られて、で先ほどの生徒さん、インタビューした生徒さん、そうこの緻密、お嬢さん見られたんでしょうか、すっごいですよね、お嬢さん見たかしら、あ名前さらしちゃった大丈夫か、大丈夫かな。でこれは太田さんね、太田さんも、うん、カリグラフィーと一緒に素敵です。これは小倉先生です、うん、素敵素敵。でこれは小野さん、よしこ先生、よしこさんも、先生になるところかな、小野さんもね頑張ってください。でサミさんで、スズラン、おっぱたちゃん、白まんじゅうちゃんですね。で、たまこ、素敵素敵。というわけで、ナミさんありがとうございます。よろしかったらまたただただって言ったら言い方悪いね、無料無料無料ですのであのぜひ遊びに来てください。今回他の出店数もすごいので見応えすごいですね。ちょっと。結構時間かかりました、うん、時間かかると思うんでお時間に余裕を持ってぜひ遊びに来てください。で、私ですね、これはお正月の、皆さんが悲鳴あげるような図案を見せます。じゃないかと思います。のんびり、2021だけ変えて2にすれば再来年も使えるかな。はい、で板引神社の浜屋とお守りがどっか行っちゃったのよ。あ、いたいたいた。いた。ごめんね。こういうところでいじっちゃダメだね。会期中にね。あ、出てくるかな。プリザーブドってさ、意外と丈夫なんだよね。来た。はい、というわけで、あら、はい、ではライブ終了します。さようなら。早っあれこれどうやって終了するんだっけ、これ消せばいいのかな。あ、終了します、今すぐ終了。あ、終了します。じゃあ皆さんまた30日にでもご飯食べに行ってきます。さようなら。